長泥渓谷長泥の渓流岩畳、長泥渓谷ライン下り、トライは長泥渓谷は、日本の埼玉県秩父地方に位置する荒川上流部の渓谷である。全長約6キロメートル。岩畳など、岩石の間を緩やかな流れが長く続くことから、近代以前より長泥と呼ばれてきた。1924年12月9日に、長泥名義で、 国の名称及び天然記念物に指定されている。その範囲は、秩父郡長泥町のほか、上流の野町内の川岸も含む、埼玉県立長泥玉、淀自然公園の一部でもある。岩畳をはじめ地下深くの高圧下で形成された結晶片岩が地表に露出するなど、地球内部を地質学的に垣間見ることができるとの意をもって、地球の窓の画面もある。 1878年、ドイツ人地質学者、ハインリッヒエド・ムント・ナウマンによる日本列島各地の地質調査が始まり、博士の率いる調査団が長トロを訪れ、長トロの地質学的価値の高さが認められた。以来、長トロ一帯は、日本の地質学研究の重要拠点として、数多くの学者を育てる現場の役割を果たすこととなり、長トロは、 日本地質学発祥の地と言われるようになった。埼玉県立自然の博物館前には日本地質学発祥の地の石碑がある。ライン下りと岩畳が有名でカヌーやラフティング、キャンプができる。名物は豚の味噌漬けと天然氷のかき氷。秋には近くでリンゴ狩りができる。岩畳秩父石壁ポットホールトライはつくづくと、 粋な、もやうの博多対荒川岸の変顔の色、宮沢賢治、書十221916年9月5日付、保坂金谷手葉書日本画家、河合極道による1916年の作。資本着色、六曲一層屏風、国の重要文化財。東京国立近代美術館所蔵。描かれている船舎は小麦を引く水車を備えた船で、この地では、 江戸時代から稼働しており、玉堂が訪れた当時はまだ存続していた。この絵のように崖と向かい合った画角での実際の川は、右側が上流で、左側が下流であるが、絵では流れが逆になっている。画面では上流ほど日陰になっており、その暗さが手前で咲き誇る満開の桜を美しく浮かび上がらせている。流れを下るほどに光が差し込み、右端まで来ると、 奥の岩肌がまばゆいほど光を浴びている。切り立った崖は実際より険しく描かれている。絶景の中に老人が一人縄を編んでいる。上記の宮沢賢治の家秘穂下避ほか、1930年に秩父鉄道の招きで長ロを遊覧した高浜巨子の俳句を刻んだ句日も立つ。ありがとうございます。